はい。えー、今日なんですけど、あのー、まあ、今日もですね、出前館について話していこうと思うんですけど、えっと、まあ、今日話す内容は、あの、昨日の振り返りですね。昨日8月31日の火曜日。で、あのー、夕方まで稼働しました。えっと、11時から稼働して、えー、3時まで稼働しましたね。だから合計したら4時間。 三時間、一時間で4時間。四時間で、えー、1万、一万2000円なんで、ま、あ時給としたら三千円ぐらいですね。で、 えっと、まあ、思ったのがですね、あの、まあ、今回、あの、僕が心がけたのは、あの、ショート案件だけ取るっていうことです、ね。例えば、マクドナルドとか、もう5分以内、10分以内のところに届けるっていう。普通だったら、まあ、ミドル案件、ロング案件って言って15分ぐらいとか、下手したら20分ぐらいのところに届ける案件とかの方が、まあ、出前感ってめちゃめちゃ多いんですけど、でも、ちょっとそれだ、それをちょっと取る。 今回はですね、ちょっと作戦を考えまして、もうそれは絶対取らないっていう作戦を、を元に、昨日は稼働してみました。で、結果は11件だったんですけど、まあ、ピークタイム、あのー、ピークタイム11時から13時までのピークタイムで、なんとですね、なんと、4件というね、あのー、やばい数字を叩き出しまして、1時間あたり2件ですね。で、これは相当やばいなと思って、 まあ、ショート案件、まあ、まあなんでそれしか取れなかったかっていうと、僕がですね、多分ペナルティとかクレームが入って、普通だったら3件持ちができるんですけど、あの、2件持ちしかできなくなってて、あの、初め、あれなんで今日2件持ちしかできないのって思って、あの、再起動したり、なんか一回、あの、シャットダウンしたり、まあいろいろ試したんですけど、2件持ちしかできなくて、あ、 これちょっとシステムが変わったんだなと思ったんですけど、まあ、ちょっとツイッターで色々あの返信をもらうとですね、もしかしたらクレームが入って二件持ちにさせられたんじゃないかっていう説が濃厚になりまして、でちょっと今日の生産の時に拠点の人にあのちょっとあの、まぁ、あ、なんでこうなったんですかって直す方法あるんですかとか、どういうふうに対処したらいいですかっていうのをちょっと聞こうかなと思って、また明日ちょっとその回答については話そうと思うんですけど、 で、まあ、その、まあ、二軒持ちしかできなかったっていうのも、あの、えっと、少ない配達量になってしまって、原因の、大きな原因の一つだなと思って、まあ、その、その分、治配は少なくなったんですけど、ちょっと僕ですね、ちょっと治範がちょっと結構多くて、まあ、10分で済めばいいものを、20分、下手したら30分とかも結構あってですね、だからまあ、二軒持ちにしたらその可能性はぐっと下がるんで、昨日も遅くて20分、 分,待ちは20分の配はあったんですけどそうですね、ちょっと無理な、あのー、何、三軒持ちとかがあったんで、ちょっとあれなんですけど。まあでも、本当にショート案件だけ組み合わせれば、三軒持ちしたところで、そこまで、支配はしないんでね。で、昨日の振り返りはですね、例えば、僕、新宿拠点なんで、新宿拠点の話をするんですけど、あの、西新宿から新宿とか、西新宿から西新宿とかだったらいいんですけど、 例えば、歌舞伎町と代々木って隣同士にはなってるんですけど、なんか案外遠いんですよね。案外遠くて、歌舞伎町代々木とかって配る、それを変に取ってしまうと、支配の原因になってしまうなと思ったんで、ちょっとそこは気をつけようかなと思ったんですけど、まあでも、うーん、ちょっと取らないとなかなかな、まあ、あれはショート案件じゃなくてミドル案件ですね。 ね、ショート案件がね、本当に、あの、まあ、僕が画面に貼り付、貼り付けてなかったっていうのも原因なんですけど、あの、貼り付け、なんか、あ、マクドナルドだみたいな感じで、ね、流れていくみたいな。しかも昨日ですね、マクドナルド取ったはいいものの、なぜか15分先にマクドナルドを配るっていうわけのわからないオーダーで、いや、なんかおかしいなぁと思ったんですよ。よ、 あの、マクドナルドで大協調、代々木から大協調って結構なんか、え、距離あるんじゃねって思ったんですけど、どうせマクドナルドだから近場しか配らないって思ったら、15分先っていうところで、それで治配が発生しましたね。それが原因で。まあ、マクドナルドだからって言って、まあ安心してはいけないっていうところはあったんですけど、ちょっとまだちょっと大協調とか、マイナーな部分、地名とかを覚えきれてないんで、昨日はちょっとやっちゃいましたね。それで。 まあ昨日の、えっとですね、反省点としては、そのまあずっと張り付い、張り付かずに、張り付けていなかったっていうことと、まあ二件持ちになってしまったっていうことと、しかしできなくなっちゃったっていうことと、一個下手なミドル案件を取ってしまった、ロング案件を取ってしまったことで、ちょっと崩れたっていうことと、まあ、歌舞伎町、そうですね、ちょっとですね、 新、まあ、新、例えばよくあるのが西新宿、北新宿とかね。西新宿から北新宿。これって多分10分ぐらいなんですよね。だから、まあ、ショートとミドルの間ぐらいの案件だと思うんですけど、まあ、これは全然撮ってもいいと僕は思ってて、なんか、例えば、西新宿から初台みたいな、ちょっと微妙な距離があるんですけど、これって撮りたくなるんですけど、 まあ、めっちゃ遠いわけじゃないんで、これミドル案件なんで、昨日1個取っちゃったんですけど、これ取るとね、まあちょっと、うーん、やっぱシまあでもね、明らかに全然取れないんで、昨日全然取れなかったんで、前半。もうミドル案件も取るしかねえなと思って、ちょっとついつい手を出してしまったところがあるんですけど、うーん、まあ今日はちょっと張り付こうかな 張り付いてたらなんか面白い、なんか飽きてくるんですよね。<laughs> なんかついついツイッターとか見ちゃって。んー、何が渋くなったのか。そう、なんか思うのが、なんか拠点を変えた方がいい。な、めっちゃなる拠点なんてあるよ。探せばあるよっていう風な人がいて。ちょっとそれがどこだ東南エリアとかって聞いたんですけど、東南エリアってどこって思って。なんか僕、今、 タマの近くとか、ニコタマの近く、おすすめとしては、ニコタマ、ソシガヤ、タマ、新宿、小田急新宿線そこら辺がおすすめっぽいんですけど、なんかいろいろ、なんか、あんまり、なんか大田ーーが溢れてるっていうことで、まあそれがどこの拠点に当たるのかっていうのが今、なんかちょっといまいちまだ、あの、調べきれてなくて、あのー、そうですね、その、まタ、あ、マとか、 でも、祖師会大倉拠点はあまりおすすめじゃない。オーダーが少ないって言ってたんで。だから、どこになるんだろうなと思う。まあ、玉の近く。ちょっとあの、地図で調べようと思うんですけど。そうですね、玉の近くに行って。あとですね、あのー、どうなんだろう。原付き。 でもチャリ稼働は絶対したくないんですよね、もう。原付稼働で100万いってる人とかっていうのはいるんですかね、出前館で。ちょっとそれまだ見たことないんですよ。原付稼働で100万円って。100万円プレイヤーって僕、自転車の人しか見たことなくて、原付稼働で100万円の人いたらちょっと、知りたいんですけどね。まあ、てな感じでね。えっと、まあ、現金配達。 あちょっと今日の作戦として9月1日なんですけど今日は今日の作戦もうもうショート案件しか取らない本当にショート案件しか取らないいやもしかしたらミドル案件は取るかもわからないえー、あまりにも暇すぎるとロング案件も取るかもわからないんですけどもう本当にえー、っとショート案件ほぼほぼほぼショート案件縛りで、えー、今日もやっていきたいと思いますはい今日の目標25000から3万いきたいね本当に まあ、てな感じで今日もやっていきたいと思いますので、いってらっしゃい。